元気さんとは友達なんで、うん、友達かって言われたら確かにな。パーティーの始まりの合図。またなんか緊張してきた。緑、あーちょっとダメだ、あー意味が、あーいや動揺している。緑、水色。緑、黄緑、はい、はい、はい、ちょっと待ってください。タイタンさんが、はい、はい、はい、あ、ごめんなさい。はたさこさん、緑色のはたさこさんが、はい、コミュニケーションの、出てすぐのところの通路で発見しました。うん、で、初手右行ってますね、はたさこさんは。うん、はい。で、僕視点不可能なのが、キンキさんとクロムさんです。ロイローとキンキさんもダメなんだ。イーロが、はい、一緒に向かいました、キンキさんと。うん、なるほどなるほど、はいはいはい。センターさんはどちら側から通って発見ですか？はい、ウェポンのタスクをやり O2 に行き、これ死んでるかもなと思いながら、ナビゲーション、シールド、コミュニケーションの順で行きました。了解です。はい、すれ違った人はおらずということですね。逆方向に向かう、はい、逆走はいないです。はい、了解です。でしたらスナッパイからの情報としては、エレクトリカルを直したのがスナッパイで、直したタイミングですでに上にいたのが、うん、高田健司さんと源さんの2名だったと記憶しております。はいはいはい。まあ、アベレージ一応浮いてるので話しますけど、最初にカフェテリアの右上でタスクをして、その後アドミンの方入りました。で、右上の段階で誰だっけな、まあ、それいらないか。まあ、とりあえず、アベレージ、そのアドミンの方では特にすれ違ったりはしてないのでって感じですね。アベレージさんって誰かと下に向かってなかったっけ、カフェテリアで。 下は多分、カフェテリアのタスクが終わってからかな。オラフは、ウェポンからカフェテリア、はい、あ、ウェポンでセンターさんと一緒に、やってて、でタスクやってて、でウェポン、カフェテリア、ストレージって言って、ストレージの途中ぐらいで停電が明けた感じですね。で、銀さんと多分ストレージの真ん中ぐらいですれ違ったかなと思います。真ん中というか給油のあたり、あ、給油のあたりですかね。ちなみにタイタイさんも、ね、はい、来られましたね、はい、ストレージの給油で、アラームが鳴る5秒ぐらい前かな。今言った3名はセットになりました。僕押しましょうか。タイさんとアベレージさんが一緒に会議ボタンを連打で、あ、ケソが金さんか、会議ボタンで、あ、そうですね、あ、もう、はい、3人お願いします。うーし、大体さん筆頭になるかな。インクさん自分から言ったの白いね、僕が白って言ってるのに。んーしゅあぶな、危険極まり、危ねえよ、終わってたら、もう行かなかったら。あ、ゲーム終了するとこやさ。あ、別に負けになるとこだった。はい。あ、僕は、最初、あ、ウェポンからナビゲーション行ってシールド行った流れだ。あ、ウェポン O2、ナビゲーションシールド。で、これ、死体って、ごめんなさい、さっきちょっと聞き逃した、ね。コミュニケーションの、コミュニケーション出て、右の方の通路ですかね。出てすぐのところですね。じゃあ僕めちゃくちゃ下に近かったってことっすよね。まあでも見えなかった位置ではあると思います。ケンキさんはシールドの下のタスクをやりに行ってたので、はいはいはい、いたんですね。まあわざわざ殺してね、行くともちょっと考えづらいかなってところはありますし、ケンです。ってことはセンターさん、ケンキさん追い抜いたってことですかね、イメージ的には。シールドで少なくともケンキさん見た上で、その先で見つけられたっていう感じでやってます。いや、まあ並走ぐらいかな。並走して別れたって感じかな。元気さんは下に行ってって感じかな。あんまり元気さんには無理ですね。元気さん無理だと思うし、あと僕白いって言ったのにわざわざボタンを押して俺アリバイないからみたいな言ってたから、言動も白いかなと思ってます。あと、
あれですね、僕視点が、僕が、追い抜いたっていうよりは僕の方が先に行ってんですよ。なんで僕疑われないのかなと思って、いて、ナビゲーションで僕タスク終わって出ていくぐらいに、センターさんとクロムさん来たんですよ。ナビゲーションに入ってて。で、僕がシールドのタスクやって、シールドのタスクってすぐ終わるやつじゃないですか。すぐ終わるタイプの何ですか、六角形何個か押すような、パパパって。だからその一瞬だけだったんですよ。それを押した瞬間ぐらいに、ブーってなったんで、なんか、追い抜いたのかなっていう疑問が。まあなんか先端さんはあれなんですよ。クロムカークロム先端さんと一緒にナビゲーションに入った時に先端さんはそのままピュッて戻っちゃった、戻っていったんで多分合ってると思います。ああ、なるほどなるほど。はいはいはい。うん、やってないんで先端さんナビゲーションのやつを。多分犯人の行動履歴はストレージ側から入ってそのまま引き返したが正しいような気がするか、初手タイタイさん右行ってたからそのまま抜けたかっていうのが僕ちょっと思ってますね。あ、じゃあもう一回誰か押していただければ。タイタイさんお願いします。クロムさんがイベントでカフェテから出てアリバイ作り来たっていうのはまあ一応あるっちゃあるけど、初手右を洗ってもいい気もするんだよ。はいはい、ありがとうございます。はい、押しました。じゃあこれ大抵からで大丈夫ですか。はい、大抵は、最初右に、さっきセンターさんがおっしゃったように右に行きまして、うん、で、その後暗くなったじゃないですか。なりました。はい、暗くなってから、下、ストレージの方に向かいました。だから、死体があった通路通ってるんですね。うん、で、そのままストレージに抜けて、うん、で、左上、ストレージの左上の、配電盤っていうんですか。うん、うん、タスコやリーの戻って、先ほどのオラフさんと誰かのもう一人ゲンさんですかね、はい、と遭遇したって感じで、その時に死体はなかったですね、俺が通った時は。しょって右をちょっと洗いたいですね。そうですね、しょって右は僕は行ってました。んあれさっきの話だとケンキさん、クロモさん、センタンさん、タイタイさんはシロは初手メッドウェイの次ウェポンズなんで初手右ではないです。クロカートロあ、なるほど。他なんかいましたっけ。オラフさんとか見てました周り。僕呼吸してたんで周りが見えなかった。見えてなかったっすね。あんま見えなかったんだよな、はい、タスクやってて。あ、ゲンです。オラフさんってストレージでタスクをやったのは給油だけですか。内容言わなくていいんで他にもやられましたか。いや、それだけですね。給油だけですか。わかりました、はい。じゃあ割とすぐってことですね。私紹介したのはストレージ、はい、あ、そうですそうですそうです。その手前ってどこにおられました。その手前ですか。ストレージの前ですね。カフェの方。ストレージの前はカフェですね。うん、多分無理だと思います。ベント使わない限りは。いや、ベント使っても無理か。無理ですね。オラさん無理だと思いますよ、僕して。はい、ストレージにいる時間が私短すぎると思っていて、あんまりタスクのあれはあまり追及はないようにしていただきたいです。まあいいや。とりあえず今グレーって安倍対対ですかね。そうなると、まあそうですね、俺の時なかったんだ。俺の後ろかでもよくわかんないですね。これペアの方がいいかね。僕がタイタさんと動きます。一緒に了解です。お互い近づき合いましょう。 OK です。じゃあ助けてます。俺はタイタイさんじゃないかな。ちょっとね、今ちょっとタスクの話だったんですけど、まあ経験値結構差があるんで、ちょっとまあ一応配慮という形で、あんまりこうタスクにしては短いみたいなこと言うと経験値で全て決まっちゃうので、まあちょっとむずいですけどね。むずいですけど。タスクの内容結構出てたんで、これはね、マナーでもルールでも何でもないです。ただのまあ今日主対面同士の方もね多いんで、配慮という形で。
黄色白。黄色白ピンク黒。ナイスでーす。おお、誰も死んでませんね。ナイス。誰も死んでない平和なさ。はい。一応タスクが終わったという報告を。ほよ。え、爆速タスクマン。めめ。俺が一人でやってる時に歌う歌やめろ。ネタかぶり捨てんのよ。じゃああれじゃない？ペアスナッパイさんとタイタイさんに切り替えでいいんじゃない？おお、僕がフリーになったので、大体さんには僕がつきましょう。そっちの方がタスク速度が早まるから、絶対そっちの方がいい。素晴らしい。それで、はい。でもし、ナンパイさんがタスク終わらせたふりして、実は自分がキルしてなくて白くなろうっていう作戦はどう？いや、それいいな。ないでしょ。ただ、メモメモ。なんかアベレージセキュリティでカメラ見てたんですけど、ナビゲーションでスナパイさんがカメラアピールしてきて、なんか結構余裕あるなと思ったんで。なるほどなるほど。あの時に終わってました。いや、わかんないよ、もしかしたら俺殺さないの見ててちゃんと今からボタン押すよってアピールかもしれない。ほら死んでないでしょってアピールかもしれない。もうそこまで行ったらもうあれですよ、もうスナパイさんがすごすぎる。あとね、2人しかこっちいないだろうみたいなタイミングで2度ほどオラフ君とケンキさんに、うん、すれ違ってるんですけど、うん、殺されませんでしたね。周りに誰もいないだろうっていうタイミングだったんですけど、2回とも4回とも殺されなかったなっていう印象を受けています。はい、じゃあ大体最初に行こう。大体さんが行きたいところに僕はもう間髪でついていきますので、じゃあよろしくお願いします。はい、あと停電になったら立ち止まりでお願いします、うん、はい。あとさっきの停電アベレージ直しました、うん、ああ了解です。なんかお白アピか。はい、白アピです。なぜなら白だからです。おゲンです。アベレージさんは今回結構白目です。わあ、ゲンさんロアエンジンで2人きりになって一番殺したいであろうタイミングで殺さなかったので。ああ、ゲンさん、それで言うと俺もあれですね、エレクトリカの時殺されなかったんで、だいぶまあわかんないです。白しかいねえぞ。畑迫さん、これインポスターってことじゃん。ああ。トモグリ。わかんないよ。トモグリだね、これ。ちょっと離れるか。こっち先やろう。こう2やって、見捨てするか。シュシュシュ、あ、ゴミ捨てじゃないか。シュ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 、オレンジ、ウィンギョ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 ウオレンジピンク。オレンジピンク白。黄色。オレンジピンク白。停電直後やし、行くか。いや、最悪なタイミングで押したな。お、とりあえず僕タスクがあと1つで終わるので押しました。で、最終位置はメッドベイから出てきてカフェテリアで押しました。で、そこで高田さんとすれ違いました、はい、って感じですね。一応メッドベイに死体はないですって感じで。うん、クロムさんって、はい、あ、ごめんなさい、アベレージさんってメッドベイのタスクでやってからメッドベイ出ました？そうですね。まあ、そうなるとクロムさんって最後誰か見た方っていますかね？
現です。カメラ見てるときと、あとリアクター直したのが私とクロムさんなんですよ。で、現その後、セキュリティ入ってずっとカメラ見てたんですけど、オラフさんとかなり長時間おられたと思います。オラフさん多分カフェテリアぐらいまでクロムさんとご一緒したはずです。それ以上ですか？あ、一緒でしたね。その後僕はウェポンの方行ってナビゲーションのタスク行ったんですけど、クロムさんはそっからは見てないですね。別れた感じになりますね。どこの方に今のオラフさんの証言を証明できる方、もしくはクロムさんの追加情報があればお願いします。オラフさんって、コミュニケーションって入りました？コミュニケーションですか？はい、コミュニケーションは最初の方は入ったかもわからないですね。あ、いや、この今回は入ってないですね、今の。はい、はい、はいはい。あ、一応勘違いかもしれないんですけど、僕がアドミン入る手前でオラフさんとすれ違って、オラフさんが下側移動して、でその後アドミン見たらコミュニケーション入った人がいたんで、まあ、タイミング的にオラフさんかなと思って一応そうですね、うん、質問させていただきました、はい。まあ、でもタイミングが誰かと重なったかもしれないんで、そうですね、以上です。あ、今回の殺人大隊さんにはできてないんですけど、うん、ちょっとだけですよ、ちょっとだけですけど、停電直ったのに気づくのに遅れたかなっていう印象を受けました。いや、遅れました。気づくのにというか、普通に動き出すのが遅れましたね。うん、はい、はい、大丈夫です。オラフさんと大体さんかな。うん、と思いますね。多分。まあ、タスク頑張りますか、じゃあ。下から行こう。オラフさんはクロムさんの最終目撃だったのに積極的に情報を出さなかったのがね、その前に見たゲンさんから情報が出たっていうのがね、ちょっとね、心と、大丈夫かこれ、ガガイでしょ。ダブルキルで、はい、高田さんと僕が到着したときにダブルキルされていて、はい、はい、で、まあ、もうご存知の通りという、そっちの O2 のそっち側って、アベレージさんと誰が直しますか？そうですね、アドミンでアベレージとゲンさんがいて、O2 側ってどなたですか？O2 は僕と高田さんは向かったのはアベレージさん、僕は分かってると思うんですけど、うん、で、そこにただオラフさんが確定で行って、あともう一人が地味に見えなかったんだよな。って感じです。で、ただまあ、そうですね、大隊さんが浮いてるというか、確かに、そうですね、まあ、なんで、行動だったんで、はい、まあ、で、うん、まあ、オラフさん確定で見えたんで、まあ、この2人でいいんじゃないかなという感じなんですけど、どうですかね、オラフさん。大隊さんは、ケンキさんとは友達なんで、僕は。わかんないですね。ケンキさんとは友達なんで。友達って言われたら確かになぁ。なんだよなぁ。友達か。とりあえず投票どっちかにね。大体さんは落としていいんじゃないでしょうか。ケンです。あ、そうですね。ピアだったし。友達、うん、まあまあ。ただちょっと。この後俺もさ落としたから。わかんないですよ。いやまあ僕がダブルキルって表現するメリットも何もないというか、まあ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 、まあ、O2 なってるんだったら死体レポしなくていいですよね、元気さん。うん、そうね。ああ確かに、ぼーっとしといたりする。そうですね、うん、あとマジで初日の話に戻っちゃうんですけど、僕カフェテリアで作業やってストレージ行ったんですけど、多分オラフさんすれ違ってないですね。ああなるほど、まあ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 、もういやまあそれ多分揺るがぬ勘違いかも、揺るがぬ釣り位置というか、もう確かに言い訳されなかったでも全員でタスク放置で全員でボタンを押しで、ボタン押しましょう。はい、僕も押せないんでアバターでいきます。はい、ありがとうございます。はい、いやー、はい、まあ、次行きましょう、次。次行きましょう。いやー、頑張れ頑張れ、次やるよ。いやー、くそー。いやー、強すぎますって、くそー。
もう友達だから投票しずなかった。自投票になってますね。5票入ってましたよ。武士だった。違い。わー。イエーイ。さすがです。アベレージさん黒だと思ったのにな。マジで。やっほけ。すげえな。いやー。だって黒か黒もカフェテリアで死んでるんだもん、だって。えっ、あれ、クロムさん倒したとき、僕、白証明するにはどうしたらいいんですかね。なんかちょっと白アッピーみたいな感じするには。クロムさん下行きましたで、僕右行きましたらいいんじゃないですか。あー、なるほど、なるほど。僕、なんかやっぱりじゃあ、もしかしてカメラ見てた後か、私が。そうそう、カメラ見た後だから別に別れててもそんな不自然じゃないんで。うん。あー。全部見てるわけじゃないですからね。そうそう、なるほど、なるほど。まあでも、まあ、左から来てたんですか、アベレージさんって。いつの時ですか？ボタンを押した時。あ、ボタンを押した時は左から。あー、じゃあ見えないか。あー、右下で、ボタンの右下で死んでるんだよね。あー、見るか。ちょっと惜しかったね。だからアベレージさん、死体隠しやんと思っちゃった俺。確かに、仮眠してんだったら露骨すぎるわ、それ。それこそね、アドミンコミュニケーション1位いたっていうのを、あ、それクロムさんかもな、もしかしたらなとか言ってたら、だいぶ死体1偽装できてたかもしれないですね。本当はカフェテリアなのに、はい、いろんな混乱してたかもしれない。1キル目はタイタイさんですかね。俺ですね。タイタイやりました。で、右だったのに、センターが結構後から言ってくれただけで、誰も。大体さん右にいたよって言ってくれないから、あれ誰も見られてないかなって思ってた。